それで今度はどこへ向かうんだ。今まで来た道を引き返します。途中で帝国兵が出てきますが、迂回せずに戦ってください。おいおい、待ち伏せされてんなら別の道を行った方が。ダメです。それじゃポンメルン隊をぶん殴れないんだ。いたぞ、こっちだ。エルステ帝国を裏切るとはいい度胸をしているな。ユーリオ、後悔することになるぞ。おいユーリ、そいつらを別の道に誘導する手はずだろう。早く行けよ。すまん。定めといえど勝利を得たの。やれやれですね。どうして計画通りに動こうとしませんかね。ポンメルン隊、島を破壊するような無茶な作戦をなぜあなたが。何を生きり立っているのかと思えばそんなことですかね。そんなこと、そんなことと言ったか。帝国軍は、帝国軍に正義は。ぐひゃっひゃっまったく愚かな男だ。正義などお題目ですね。貴様、作戦に従えないような愚か者にはお仕置きですね。まあ構いませんね。貴様らがこの島と運命を共にすることに変わりはないんですよ。島の住人はどうなるってんだ。ふざけやがって。私の知ったことじゃないですね。なんだと。それにしてもあのポセイドンには驚きですね。まさか体内に埋め込んだ魔性を自らほじくり出してみせるとは思いもしませんでしたね。魔性を、まさか。そう、ポセイドンは自我を取り戻しているんですね。ここアウギュステの海水を力に変えてますます強大になりつつありますよ。島を破壊しにかかるのも時間の問題ですね。さあどうします。ちなみに我らが帝国軍はすでに脱出の準備を始めていることをお忘れなくですね。どうもこうもあるか。あんたを倒してこの島も救う、それだけだ。おい、この程度か。そうか。親父は帝国軍人であることに誇りを持っていた。
こんな非道、胸張って俺に話すわけがないんだ。これは俺や親父の知っている帝国軍の行いじゃない。親父？ああ、どこかで見た顔だと思ったら、お前あの男の息子でしたか。一ついいことを教えてあげましょうかね。ポセイドンにまつわる作戦、その発案者はお前の父親なんですね。嘘を言うな。軍備のために民が住まう島を犠牲にするなど。そうですね、ポセイドンの危険性に気づいたあの男は計画を止めに来ましたがね、ピリアス将軍閣下に盾ついたのが命取りでしたね。ピリアス将軍閣下は我が輩の意見など聞く耳持たぬ方ですからね。親父はフューリアス将軍に。ほほん、まあ何にせよですね、この事態を引き起こした要因の一つがお前の父親だということは覚えておくんですね。バカだ、くだらん出任せを言えろ。ところで脱出の手はずが整うまでにまだ時間があるようですね。我が輩、待たされるのは嫌いですからね。もう少し付き合っていただきますよ、脱走兵諸君。それとカタリナ注意。この勝利は次の戦い。おや、飛空艇の準備が整ったようですね。撤収、撤収ですね。逃がすか、お前らどけ。おやおや、そんなに我が輩を追って何をしたいんですかね。お前のような外道は一発殴らせてもらう。裏切り者の一兵卒が随分と思い上がったものですね。いいでしょう、貴様の知らない帝国の姿もう一つ見せてあげますね。なんだよこれは、ポンメルン隊なのか。こんな姿に変えるなんて、帝国ってやつはどこまで道を外れてやがる。ちくしょう、ますます許せる。恐れおののき、これが帝国の誇る魔性技術の結晶ですね。君の力となろう。この程度か。バカだバカだバカだ、そんなバカなですね。定めていえば勝利を得た。
ねえ、なんだと。まずい、ダイー殿が。運べ、脱出するぞ。待て、ボベレン。ユーリ、深追いはするな。くそ、俺が関わった作戦のせいで島が滅ぶとはな。帝国の上層部は都合のいいことしか公開しないからな。知らないのも無理はない。ところでルリア、聖少女の様子はどうだ。すごく怒っています。それに苦しそう。でもどうしてでしょう。その意識が強くユーリさんに向けられている気がします。俺に、ポセイドンが俺を狙っているっていうのか。さっきの戦いの報酬受け取ったっすか。